ヨドデン。ヨドデン、ヨドドの、A62 年、百六十九年一回は、15位したとされるが、諸説あり。本名は、浅井茶チャチャ及び浅井菊子、浅井三姉妹の一人。大見国の戦国大名、浅井長政の娘。母は、織田信長の妹、死。同母妹に書、常高院、京国工事性質と、こう。 高志原院、徳川秀忠正室、伊保定前には、京国隆子の次女、ばあとなったくす、千姫のうばとなった、行部教局と、浅い依来がいる。子には、捨てる、鶴松、溶接と銃、ひでより、なお女には、寛士がいる。うばは、大倉教局、王の春長の母、相馬局、王馬にあたる海図伝の次女、大曲。 前田利家の弟にあたる沢木義行の室の三人が明らかになっている。大見国小谷、現在の滋賀県長浜市に生まれる。天正元年、1573年に、父、長政がおじ、小田信長に敵対して攻められ、小谷城が落城すると、母妹らと共に、藤掛長勝に救出された。この時、父と、祖父、久政まあじがい、 兄の万福丸は捕らえられ、信長の命で、橋場秀吉によって処刑されている。その後は、叔父の織田信影の元に置かれ、伊勢や農津城、または、尾張清須城で保護されてたとされていたが、近年の研究によると、尾張森山城主で信長の叔父にあたる織田信寺に預けられたとされている、軽心因分。信長が、本能寺の変で家臣の明智光秀に攻められ自陣した。 天正10年、1582年、母、氏が、小田氏家臣の柴田勝家と再婚すると、茶々は、母や妹たちと共に、越前国北の省城、現在の福井県福井市に渡る。勝家が、橋場秀吉と対立し、天正11年、1583年の静ヶ岳の、戦いに敗れると、死は、勝家ともも自害したが、 ちゃちゃら三人の娘は逃がされて、秀吉の保護を受けた。また北の正城落城後に三姉妹は、遥かの他人にかくまわれた上で、橋場秀吉に知らされ、これを聞いた秀吉が直ちに迎えを出して、三姉妹を、安土城に入城をさせ、玉京紀、その後は、秀吉ではなく織田信夫が三姉妹を貢献して、面倒を見たとも言われている。この時に一年間ほど、 茶々の世話をしたのが、信長の妹のお犬の方である、大雲山志向。また、叔父の小田長松、裏区、または、裏区祭の護を受け、安土城に住み、後に、樹楽台で、おばの、京国マリアの縁を頼って、京国隆子貢献のもとにいたとも言われている。もっとも、福田千鶴によれば、いずれの説も一時資料による裏付けにかけ、この時期の三姉妹の所在については不明である。 天正十六年、千五百八十八年頃、秀吉の側室となる。天正十七年、千五百八十九年、捨て、鶴松を生む。この解任を喜んだ秀吉から山城淀城を、玉割り、以後、淀の方と呼ばれるようになった。鶴松は、天正十九年、千五百九十一年に死亡するが、文禄二年、千五百九十三年に住。 秀頼を生み、秀吉の死後は、秀頼の後見人として政治に介入して、大倉京局、あ馬局らを徴用して、豊臣氏の火星の実権を握った。なお、鶴松を産んだ時に、高野山、寺明院へ、父母の肖像画を収めるが、奉納者である、与ド伝の記名はない。これは、与ド伝の豊臣政権に対する自発的な配慮によるものである。 秀頼を産んだ時に、父母原血縁の母代を弔うために、妖元院、妖元院とは、浅井長政の因号であり、会期は、一族の聖白を混流した。秀吉の死後、高野山などの修復にも当たっている。慶長五年、1600年に、元ご奉行の石田三成が、大谷義継と共に、合図に向けて出征中の徳川家康に対する、 巨兵を企てているという情報が入った際に、7月27日付の、榊原康政から秋田下根末に宛てた書によると、三成と義次が無本を企てているので、事態を鎮静化させるために急いで家康に上落を、するように、与ドデと三部名、増田中森、長塚正恵、前田玄威から書状を送っていることがわかる。このことから、与ドデには、家康、 秀忠不死を主軸とした、秀吉遺言覚書体制、すなわちナイフ、家康、五部行、内市三部行体制による、政権運営を是認する、各たる意思があったことが伺える。その後、大阪城に入った寺本が、石田法、西軍の総大将となり三部行もそれに同調するが、与ド伝は、石田法が絶望したと思われる。秀頼の墨付きの発球や秀頼の出陣などは、 許さず、石田方の動きを認めつつも、豊臣家としては官房する姿勢を保った。なお家康は、ヨドデからの書状を、石田、大家の動きが無本であると諸大名に主張する材料とし、その後、三部行が家康九段の内府地下費の上場に署名したが、ヨドデからは、先の書状を覆す文書が発給されなかったことも、家康に、 秀頼様のおためという大義名分を維持させることとなった。9月15日の関ヶ原の戦いにおける徳川方、東軍の勝利の後、家康は王の晴永を大阪城に送り、ヨド伝と秀頼が西軍に関与していないと信じていることを述べさせ、ヨド伝はこれに対して感謝の胸を返答している。毛利照元の大阪城退去後に、家康が大阪城に入るが、 そこで家康を強応した際に、ヨドデンは、自らの支配を家康に下した後に、その逆付きを秀頼に与える様子よう強く求め、家康は、秀頼の父親が挙げたるべきと公に宣言した。慶長六年、1601年になると、気鬱が激しくなり、胸の痛み、接触障害、頭痛に悩まされ、マナセ原作から薬を処方された、原作未知像廃材録。 家康は豊臣家の蔵入地を関ヶ原の戦いの恩賞として諸将や自らで分配し、豊臣家は支配地を減らすことになる。ヨド殿は秀頼の後見人として家康ら五大老、五奉行の去った大阪城の主導権を握る。江戸に武家政権を構築し始めた家康とは対立。安に侵入を求める秀頼の上洛要求などを拒否し、 そのようなことを余儀なくされるならば、秀頼を殺して自害すると主張した。慶長19年、1614年、関東との交渉役、片桐勝本と与ド伝次女の大倉京局の家康の糸解釈の祖語をきっかけとして、大阪の陣が勃発。与ド伝は武具を着て三、四人の武装した女房を従え、番所の武士に声をかけ激動していたが、東大機、期待した。 初代名の火星がない中で、大阪城本丸への砲撃を受け、講和を支持する。しかし翌慶長20年、1615年の再戦、大阪夏の陣で、大阪城は落城し、秀頼や王の春ながらと共に自害した。墓所は、京都市東山区の洋原院、大阪市北区の大友寺。開名は、大ソレイン永元大前城に、大ソレイン下岩名校。 大光陰伝へ岩と伝わる。しかし、ヨド殿の最後を目撃した者の証言や記録などは存在せず、また遺体も確認されなかったため、秀頼よりと同様に彼女にも逃亡、生存説などの伝説が生まれるようになった。落ち延びた先としては、島津市を、頼り、薩摩国に落ち延びた説と上野国馬矢橋まで逃れて、来たという説がある。意味縄茶々。 お茶とも及び菊子。前者は生涯で一貫して名乗った名で、後者は朝廷より15位下を賜った際に授かった名である。ただし、菊子は、公の場面のみで使用された、もう一つの意味名であって、茶々から菊子へ解明したというわけではない。また生存中には、居場所の変化に伴って、よどの方、よどの方、他に淀、よどのもの、よどの女房など、 二の丸殿、西の丸殿などと通称された。鶴松、秀頼の出産後はおふくろ様、お神様、未来様などとも、秀吉の死後に落職して、大広院、大公院、大公院ともと名乗っていたという説もある。現在最も一般的に用いられるヨド殿、過去に用いられたヨド君の名は、同時代の資料には一切見られず、いずれも江戸時代以降の呼び名である。 ヨドくんという故障が広く普及して一般に定着するのは明治時代に坪内商用の儀曲、霧人派が上演された以降のことである。二喜健一が、ヨド殿が、ヨドくんなどというヘンテコな名前を付けられ、悪女に仕立てられたのは豊臣家を滅ぼした徳川氏時代の産物都市、ヨドくんの故障については、悪女、淫婦というイメージとともに売春婦の故障、ゆうくん、 辻君などと結びつけて定着したと、大和田哲夫が主張し、田中隆子が追随した。ただし、幕末に編纂された、徳川幕府家府で、徳川家康の形質、朝日姫が、朝日君、秀忠の形質、高主元因が、小郷与君とされているなど、君が、すぐさま別称だと断定するには一定の、留保必要である。福田千鶴は、 彼女の故障についての検証をした結果、本名を、浅井茶茶、通称を、ヨドと号したとみなすのが適切ではないかとし、生存中に、ヨド伝と記した資料はなく、様付けで呼ばれていることから、同時代的な呼び方としては、ヨド様とするのが正しいとしている。昭和35年、1960年に発表された、井上康氏の小説、ヨドドの日記以降、 ヨドデンの使用が一般的となり、一般への影響力が大きい。NHK 大河ドラマでも、昭和62年、1987年に放送された、独眼流星を最後に、ヨドくんという故障は一切使われていない。平成28年、2016年に放送された、真田丸においては、秀吉存明時には、茶茶様、秀吉死後は、お神様と呼称された。 映画、ゴエモンでは、浅い茶ャの故障が使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。